タイタン2はアメリカ合衆国が開発した大陸間弾道ミサイル。タイタン I の発展型であり、LGM-25C の記号が与えられ、アメリカ空軍で運用された。また、派生型は宇宙船打ち上げ用のタイタンロケットとしてアメリカ航空宇宙局などで用いられている。タイタン I の発展型であり、液体燃料ロケットを用いた二段式のミサイルである。 開発は SM-68B として1959年10月に開始された。初引っこは1962年3月12日に行われている。タイタン I は酸化剤に液体酸素を用いていたため、常温保管ができず、ミサイルへの充填は発射直前に行う必要があるなど運用に難があった。 タイタン2は酸化剤に4酸化に窒素、燃料にエアロジンマイナス50を用い、常温保管が可能となり、速応性が向上した。この組み合わせは、ハイパーゴリック推進剤であり、激薬でもあるため、慎重な扱いが必要であり、1978年と1980年の2回、燃料もレ事故を起こし、死者が出ている。 ミサイルの改良や推進材の変更に伴い、全体重量はタイタンアイの約100トンから約150トンへと大幅に増大している。単弾頭ミサイルであり、弾頭はマーク6再突入体に W53 核弾頭を搭載している。タイタンアイの W38 核弾頭よりも大威力化された。また、 地下のミサイルサイロからのホットローン地方式を採用したため、即応性は大きく向上し発射準備には60秒ほどしか必要なかった。完成後方装置を採用したため、外部からの誘導修正が不要で、ミサイルの複数同時発射も可能となっている。1963年から戦略航空軍団への引き渡しが行われ、バンデンバーグ空軍基地など、 アメリカ合衆国本土の基地に配備された。最大時で63機が配備についている。1982年から退役が開始され、新型のピースキーパーの配備が進んだ後、1987年に退役が完了した。退役したミサイルの一部は、再整備、改良の上、タイタン 23G と命名された。打ち上げロケットとして百八十八年から、 使用され、13回の打ち上げを行っている。アリゾナ州では廃棄されたタイタン2のミサイルサイロが、博物館として開放されている。また、有人宇宙飛行のジェミニ計画用の打ち上げロケットとして、派生型のタイタン 2GLV が1964年から1966年にかけて用いられている。一段目二段目。ありがとうございます。